お兄ちゃん、起きる時間だよ。いや、ちょっとな。あーや、未来のボーカリストくん。私の歌のうまさは分かって。はい、もう歌いたいなんて言いません。分かったらさっさと教室にでも行ってなさい。喜んで。あら、おはよう。そう、ダブルスコアで私の勝ち。それでもあいつあんなに落ち込んでるのも今日ぐらいだと思うよ。どうせ放課後になればすっかり忘れて笑顔でいるだろうね。それが亮太のいいとこだけどさ。当然でしょ。だね。スタジオに犬は入ってこないから今日は一安心だな。先週は途中で解散になっちゃったもんね。私が悪いんじゃないぞ。犬が校舎に入ってきたら誰だと追いかけるだろう。さあ、今日は待ちに待ったスタジオ練習日だよ。思い切ってでかい音を出せるぞ。今日は何やるの？そうだね、まだ学園祭の曲が決まってないから、いつもやってるやつかな。よっしゃ、そんじゃ気合い入れますかね。ここなら犬も入ってこないしね。同じ曲じゃ飽きちゃうよな。だけど新曲はないから仕方ないだろう。そうだけどさ。そういうのをちゃんと話し合わないとダメだよな。俺がしようとした時、犬を追いかけてたのは誰だよ。そろそろ本当に決めないとね。来週の部会で話し合うとして、今日は適当にカバーでもやるか。お兄ちゃんは寝るのは早いけど起きるのは遅いんだから。最近商店街で
だやめる。嘘、なんで知ってるんだ。あの、聞いてくれよ。福引きも忘れてくれ。商店街に最近弾き語りをする女が現れたんだが、そいつがめちゃくちゃ可愛いんだ。その女なら知ってるぞ。ノラミが、いきなり現れるな、びっくりするだろう。嘘ついてどうする。なかなか歌もうまくて商店街の人気者だよ。見に行こうぜ。確かに可愛いけど、かなり乱暴でどうしようもないらしいぞ。演奏を聞いてて金を払わなかったら殴られたって友達が言ってた。マジ？うん、しかも殴られた友達ってのが男で空手部なんだ。行こうぜ。怖いのか。行こうぜ。な、いたいた、あそこだ。行ってみようぜ。めぐみちゃん、よかったよ。また今度ね。ありがとう、どうも。そうだ、名前ぐらいはな。
私はその…まあいいや。ちょっと待って。早いね。なになに？何かあったの？今日のあなた、なんか変よ。なんか前髪長いし。そうかな。なんか昨日はもっと短かったような気が。伸ばしちゃって色気づいてんじゃねえの。今ナウ
男ならスキンヘッドでしょ。男のスキン、男の輝き、男の…うるさい。天然ごこは一人で十分よ。釣れないな。お前も一緒に頭を丸めようぜ。やめなよ、似合わないよ。この際伸ばしてみたら。そうよ、伸ばすべきよ。ロングよ、ロングだわ。何うじうじしてんの？どうするの？水死体のようにダラダラと伸ばすの？それともこのタコみたいにツルツルに、もう鏡みたいにツルツルに沿って、暇な時にこまめにタオルで頭を磨く日々を過ごすの？どうなの？男ならはっきりしなさい。ロングよね。ロングが似合うわ。あやな、あんまりこいつをおだてるな。すぐ本気にするから。あんたよりマシよ、天然よりは。人の頭のことをとやかく言うなよ。俺だってな、好きでやってるわけじゃないんだぞ。親父も、親父の親父も、そのまた親父も、代々住職なんだよ。しょうがないでしょ。私たちだって好きでこんな商売やってんじゃないわよ。それにな、親父なんかな、頭剃ってないんだよ。どうやら天然らしい。このまま人工か天然かわからないままに、中途半端に少しずつ天然に近づいていく恐怖感がお前にわかるか。知りたくもないわよ、そんな。そうよ、スキンヘッドの二人は倫理上いけないわ。というわけで水死体に決定。あんたの髪型は明日から水死体です。というわけでまた来週。試合どうだい、ギターの方はやってるかい。そうかい。どれ、ちょっと手を見せてみなさい。おお、こんなに豆ができるほど練習してるか。感心感心。